はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ここ、やっていきたいと思います。神春組のお話ですね。ボスが2体出てきますけども、強いのでしょうか?やってみます。出ました。暗黒大樹の番人かな。え、ちょっと待って、3体か。となると、シャインスコールで多分相当ダメージ与えれるでしょ。ああ、いいダメージ、いいダメージ。いいダメージだよ。ちょっと待って、これフリーズで固まるかな。いけ、固まる。いけるぞ。となると、スタンも効くっていうことだな。スタンしろ。ほら、来た。いい感じだわ。で、もちろん煉獄火炎もダメージがでかいはず。あー、300台か。いまいちだな。うん。大丈夫、大丈夫。いけそうな感じですね。うん、こっちでいけ。おー、一体ずつね、確実に倒したいんだよな。氷はしないか。あ、でももう黄色だよ。そう大したこともない。ゴッドジャグ。で、まだ倒しはしきれないけども、攻撃怖いな。何が来る。いや、大したことねえな。大したことねえな。全然大したことないじゃん。回し、ここはハッスルダンスでしょ。回復しといて、で煉獄で1体ぐらい倒せない。あ、2体倒した。いやー、楽勝だったな、こいつも。特に問題なく、めちゃくちゃ痛い攻撃とかもないので、全然大丈夫ですね。終わり。いや、まだか。終わりでしょ。弱い。この次のボスも多分弱いぞ、これ。ボス、アラグネ、出てきました。どうだ?絶望サイズルが良い。弱点じゃないや。攻撃するところは一箇所だけかい?あー、だけならば全然いけるでしょう。狼当たる。うん。ダメージ全然入るね。うん。で、ここでまあ攻撃力下げた方がいいか。あ、攻撃力少し下がった。で、ドルマドン1000ぐらい与えるか。1000いくね。むちゃくちゃ与える。やるかな。でもその分攻撃力下げてるから大丈夫でしょう。こんな手足あるのに攻撃1回だけ?なんか強いボスと弱いボスがもうはっきりしてるね。弱いやつ、とことん弱いかもしんない。HP は若干高いのかもね。うん、若干高いのかもしれないけども、スタン効く?時間はな。さすがにスタンは効かないね。ドルマドン、これだけでいけそうだもん。ボミオス、あ、でも2回攻撃はしてくるにはしてくるんだ。
問題なし。でも HP は高いよ。結構 HP は高め。あ、ようやく色が変わりました。攻撃力下げとこう。よし、攻撃力下がった。でもう一丁ドルマドン。いいね、いいダメージ。2回攻撃だけどさ、全体攻撃じゃないから全く問題ないね。よし、このターンで赤にはなりそう。あ、もうなったね。どうしよっか。なんもないしね。メタパニとか効かんでしょう。バイシオンちょっとかけときましょうか。やってやるですよ。世話が焼けるぜ。ナイス。ベギナゴンの方かな。おお、いいダメージだな。あ、おい、ちょっと待って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 。急な超攻撃が来たな。すんごいぞ。これレベル上げてなかったらさ、今のでワンパンでしょ。間違いなくワンパンで死ぬぞ。ひどい攻撃だな。まあまあ普通にこっちは攻撃していって大丈夫でしょう。攻撃をしていってダストンとフーラで回復すりゃまあ間に合うかな。いや、間に合うね。大丈夫ね。ボミオス食らってないもんね。うん、大丈夫ね。ハッスル。はいはいはい、世話が焼けるぜ。ありがとう。安らぎ。あれはさ、いや一応防御力も上げとくか、ついでにね。動けなくなったぞ。なるほど、ここでこういうやつが来るわけね。で、ボミオス凍てつく波動。うわ、最悪。うわ、なかなか最後の最後で結構嫌な攻撃が来ましたね。はいはい、最初ちょっと舐めてたけど、こいつをレベル上げないと勝てないぐらいの強さだわ。あの、確実に即死っぽいのが来たから、あれに耐えれる HP250 以上、それぐらいをキープしとかないとまずいっすね。いや、強かったかもしんない。はい、ということで今日はですね、これ神春縫いのお話クリアしてみました。最初のボスは弱いです。最初のボス弱い。でも2回目に出てくるボス、あれが最初はねちょっと舐めてかかってたけども、あの、本気出してきた時がむちゃくちゃ強かった。なので、レベルはしっかりと上げて挑戦していってください。もうワンパンされちゃいます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。